こんばんは。リサーチスタッフ、ヒデの波の湯ラジオ。全国のリターンサーファーに送る波情報ラジオです。この番組では、本日の波情報の振り返りと、明日の波予想をそこに一言付け加えて、いつも大体10分ぐらいでお届けしていますので、サクッと聞いていただけたら嬉しいです。今日はですね、波の湯ラジオ始まりました。ということでね、よろしくお願いいたします。今日はね、ゴルフとサーフィンの共通点とは、というところでね、本番編をお届けします。昨日は打ちっぱなしに、そして今日はついに本番です。ラウンドですね。ゴルフもね、結構好きなんですよ。いいっすよね、ほんとね、あのね、ゴルフもしね、やられたことない方はね、すごいいいですよ、ゴルフ。ゴルフもね。やっぱね、ゴルフはゴルフの魅力がありますけど、まあ、サーフィンの魅力の方がちょっと高いっていう感じですね。でもね、開放感ありますね、ゴルフね。はい。ぜひね、もしやってない方はね、ゴルフもサーフィンもって形でね、やっていただけるとね、いろんな形で、あの、体のね、使い方とかね、学べるんで、相乗効果でいいのかなと思います。ちなみになんですけど、ゴルフを始めたのはね、サーフィンを若い頃に一度やめた、そのタイミングで始めているんですね。なので、かれこれね、なんだかんだ言って10年ぐらいかな。10年ぐらい前かな、やったのやり始めたね、って感じですね。うん、まあ今は全然ね、言ってないですけどね。そうなんですよ。いやいやいや。ね、やめたタイミングでね、別のスポーツ始めるみたいなね。いやでもそう思うと結構やってますよね。でもスコアはね、あの最高でね、94。94ぐらいです。あの、そんなもんですよ。最低でね、1週間に1度の打ちっぱなしに、月に1度の以上のラウンドをしてた記憶があります。今は全然やってないですけどね、ゴールデンウィーク、夏休み、正月が入ると、その月は、プラス3ラウンド、ね、年20ラウンドちょいって感じですね。でもそこまで上手くなってない。難しいですね、ゴルフも。そうですね。クラブを握るね、小指の根元にね、クラブダコができてて嫌だなと思ってたんですけど、やらなくなるとなくなるんですね。うん。なのでね、昨日久しぶりに打ちっぱなしに行ったら、指の皮がね、剥けるっていうね、アクシデントがあったっていうね。そう。そうなんですね。慣れてると思っているのは自分だけ。ですよね。サーフィンでもそうでしたね。頭の中は昔のまんま。ね。そうなんですよ。そんなもんですよね。やっぱりね、そういう感じあると思います。でもね、体はしっかりと年をとっていると。これを理解して行動すべきなんですよね。早速ね、本番の前に学びがありました。もちろんね、本番ではそれ以外の、ね、学びがたくさんありましたのでね、後半そちらをお届けしたいと思います。全国の波情報、本日振り返りからですけども、北海道の東の海上にある前線の低気圧は、さらに東の海上へ、新たに大陸から日本海側へ移動した前線の低気圧が本州へかかっていました。その影響で日本海側は少しうねりになってくれましたね。太平洋側は過ぎた低気圧からのうねりは続きながら、新たな低気圧からのうねりも徐々に受けていました。風はその低気圧の周りで気になるエリアがありましたね。明日の波予想ですけども、明日はですね、日本海側から移動した低気圧は本州に沿って北上するため、影響がね、全国的に出てくれそうですね。日本海側はその影響で久しぶりにサイズが上がってくれるんじゃないかなと思いますよ。いいっすね。太平洋側もね、東寄りメインですが、サイズは上がりますので、遊べるエリアは増えそうです。ですが、サイズが上がるエリアはね、一緒に風もね、強めに吹きそうですね。ちょっとそれがね、残念ですけどね。というところで、明日の手戻りサーファー、エンジョイレベルは星3つです。風が低気圧の周りで気になるエリアが増えそうです。波のサイズは本日より上がるエリアは多いので楽しめそうですが、風が一緒に強まるので風をかわすエリアが無難かと思います。というところで今日の一言はというところですね。本番編というところでね、サーフィンもそうなんですが、久しぶりに行うことはね、忘れているのを忘れないようにしたい。どういうことって、どういうことって思っちゃうんですね。忘れちゃってんですね、体がね。そういうことなんですよ。ちょっとね、難しい話なんですよね。いや、サーフィンだとね、少しだけ触りというかね、波の見方やワックス
スの塗り方、そしてウエットの着方にね、パドルの仕方とかね、そこまで頭を使わないっていうことはね、すぐにできると思うんですね。でもですよ、実際の本当のパドルね、実際のパドル、テイクオフ、ライディングになると、そうは問屋が下ろさないですね。頭じゃ分かっているけど、体はそこまでついてこない。体は忘れている。そう、なまっているとかですね。で、認識しておきたいところっていうことなんですね。なので必要なのはトレーニングですね。昔を取り戻すためには、やっぱりね、リクトレ、イメトレが必須ってことですね。これをやっぱね、忘れちゃいけないですね。逆に言えばですと、それをね、することで昔はおろか、さらにそこからね、成長することができるんですよね。そうなんですよ。逆に考えたらですね。これはやっぱね、ゴルフを久しぶりに行ってね、思い出すことができました。いやね、これをね、思い出すことっていうのがね、できましたね。初心忘れるべからずですよね。実際のゴルフの結果ですが、前半46、後半58、104でした。まあ、でも、ね、久しぶりでは良くないですか？どうしてもね、後半は昼にね、飲んでしまってね、崩れるとね、そう、真面目にやってねえじゃんみたいな、なんですけど、すいません。そうなんですよ。たまに行くとこうなるんですよ。前半はね、周りより安定してたのですが、後半で巻き返されて最下位ですよね。まあ当たり前だろうって話ですよ。そのラウンドの中で思ったことを一つお話ししたいと思います。それはね、目線とイメージの大事さですね。自分の番が来て打つときにまずは目標を設定しますよね。そう、自分の場合はね、自分のやり方ですけども、自分はね、ボールの後ろに立ちます。ボールの後ろに立って、クラブで目標をね、まっすぐに刺してからそのイメージのまま打つ場所へ移動して構えて、そのイメージで一度素振りをし、そして打つんですね。そうすると頭にそのイメージが入っているので、そうなんですよ、イメージが入っているんですね。その方向に打ち出せる確率が上がりますね。これがね、自分のルーティンですね。自分ルーティンです。そうしないと気持ちが悪いんですよ。まあそういうもんですよね。これはやっぱりね、サーフィンも同じだと思うんですね。そうなんですよね。サーフィンの場合は、サーフィンの場合は、想像力がかなり、イメージ力がかなり必要になるのですが、まず海に入る前ですよね。ストレッチをしながら波を見る、そしてイメージを重ねる、それと入る直前ですね。入る直前にはその波に当てているイメージね、それを必ず行ってから入る。これ大事ですね。この時に目線もね、そう、目線も完璧に意識して行います。本当に波に乗っている。波に乗っているってイメージですね。かのようなイメージ。こちらをね、しながら、目線も先を見ます。このイメージそのままに海に入って、あとはそれを実行する。そう、それだけですね。それが難しいのがサーフィンなんですけども。でもね、そのイメトレ、目線をね、直前に行っている、目線を入れるっていうことですね。行っていないでは、もう全然違いますね。一つ一本ですね。その後のね、動きというのはね、全然違う。まるで変わってくるのね、行ってないっていう方。そう、もったいないですね。行ってほしいです。行ってください。
実際に自分の教える海に行けなくても波に乗る方法、こちらではね、イメトリに特に力を入れて教えていますので、ご興味がある方はね、人数限定で再募集しようと思ってますので、公開をお待ちください。そうですね、ゴルフからの教えっていうのもね、ありました。はい。ぜひね、なんかね、やってるとき、なんかね、他のスポーツとか運動とかね、してるときね、サーフィンだったらどうかな、みたいな感じでね、当てはめると、よりね、そのスポーツも、面白く、両方ね、サーフィンも面白くなりますのでね、ぜひやってみてください。というところでね、今日は終わりたいと思います。じゃあ、明日海に行かれる方は気をつけてサーフィンを楽しんでください。それじゃあまた。バイバイ。